新聞編集部がある建物、ビルジエチュージョディスは、リトアニアのビルジャイ地区で発行されている新聞。1945年2月12日創刊。編集部は、ビルジャイのビータウタス通り18番地。1945年2月12日創刊。1950年までは、ビルジャイ軍の新聞、ビルジエチュータリービニスジョディスとして発行された。その後、 1950年からは、リトアニア共産党ビルジャイ地区委員会及び労働者、代表ソベトの新聞、ラウドナシス・アルトヤスとして発行された。1961年に、現在のビルジエチュージョギスに改名された。1962年4月21日から1963年1月28日までは、ビルジャイ地区及びパスバリース地区の住民向けの新聞、 アルバスが発行された。1963年より再び、リトアニア共産党ビルジャイ地区委員会及び労働者、代表ソベトの新聞、ビルジエ中ジョギスが発行された。1990年、ビルジャイ地区の新聞となった。発行頻度は、1945年から1946年までは、週1回、1950年から1951年までは、 週2回、1952年は、週2.3回、1953年からは、週3回だった。発行部数は、1945年には4000部、1987年は1900部、1997年は7400部、2011年は2571部。ジャーナリストとして、著名なものとして、ペトラス・バルチューナス、ディー・ブルジェネ、 フェリツィオナス・コンスタンティナス・フェダラビチュス、A ・カジテナス、Z ・メシカウスカス、ニヨレナ・ストップ・キエネ、ペトラス・スコジュス、R ・バイチャコ・ニエネ、G ・バレツカス、B ・タウタス・バリョニスラが挙げられる。ありがとうございます。